ということでお相手は私、ミキロカと私、周平でした。あれは全然気づかなかったです。あれ、本当びっくりしたよ。鹿島さんもびっくりしてます。全然気づかなかった。Said, oh, you're so gay. お互い声出しちゃった。それはあの私たちまだ結婚しない。うん、そうだな。まだあのまだボイフレンドにならない。とりあえずあのまだ横の人とかあまり聞いてないから。横の人と会話することなんかもないしさ、誰が横に座ってるのかなんか疑い気にもしてないけど。やっぱりだから鹿島さんに行った時とかさ、見かけたら声とか10月21日22日に開催。現在参加者を募集しています。締め切りは9月18日まで。人生で一度くらい100キロを歩いてみませんか。詳しくは東京エクストリームウォーク100で検索。湘南の注文住宅は富士リアルティ。老人ホームの紹介は富士リアルティ。湘南横浜の不動産買取、タイカンボジアの不動産投資は富士リアルティ。ぜひお任せください。でもあの自転車のおばあちゃんはたくさんあの話したんでしょ。元気いっぱいお色気全開。遠くの温泉より近くの湯の市、もっと早く来ればよかったっていう人はたくさん。あー、ベコさんのもやったらいいかもって思ってる。みんなはあの忙しいですから。行こう行こう、スーパー銭湯湯の市へ。ビーシーですから、コンセントレーション。あの、ワテゴです。あの、出張。若い綺麗な女の子がいるので喋りたいな。素敵の暮らし喋れたい。若い女の子ピアニストの樋口愛子です。あー、ゲーム横浜ピアノワリナリ響きのクラシック。あの、若い女の人いても喋れない。出張はあの大事ですから。だってもう喋られ、喋りかけられても喋りかけられた方も迷惑だと思う。鍵谷先生、ピアノ吉川由里子さん、今月もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。